よいしょ。どうもおはようございます。8月11日でございます。いや、朝5時半ですね。今日も元気に行ってまいりましょうか。もうすでにね、外から熱気が来てますね。暑い暑いって感じで。で、私の髪の毛もまとまりがつかなくなってきたのと、あと白髪がすごくね、目立ってきましたね。もうすぐ50ですからね、しょうがないですよね。50ともなると、今度は管理を意識しないといけないんですか。還暦ってなんだか、寂しいですね。 あの、よく昭和40年代、昔のことを、昭和時代のことを取り上げて放送することが多い私なんで、心の中はいつもね、あの、10代とか、下手したら10歳以下の心に戻ってるんですよ。まあ、そういうふうにして振り返って、自分の人生や昭和、平成という歴史を振り返るときにね、出るときに、なんかね、あ、もうでも50なんだなと、老人なんだなというふうな思いですよ。幼い頃50といえば、もう老人でひょっとしたら、 50歳になる前に自分は死んでるかもしれないなぐらいの思ってたんですけども、全然ね、その皆さんも同じ感覚だと思いますけども、10代とか20代と同じような気持ちで、それこそね、20歳ちょっと過ぎたあたりみたいな感覚で今、この50を迎えようとしてるんですよね。どうですかね、皆さんにはそんな感覚ありますかね。いや、とにもかくにも時間ってのはあっという間に過ぎていって、どちらかというと、残り時間の方がなくなってきたのかなというところでございます。そして、50代に入って、まだね、 皆さんの元をもしかしたらこういう悩みが離れてないんじゃないかなと思うんですよ、えー。例えばね、恋愛とか人間関係にはそこそこ区切りはついたけども、これ、お金の問題は未だに私たちの人生を束縛し続けてるんじゃないかなと思うんですよ。お金ですよ。なんでこうもね、毎日働いてるのにお金に不自由するんでしょうか。それほどまでに私たちの働きは人の役に立っていないってことなんでしょうか。それともこの社会保障制度が私たち一人一人を 守ってくれるほどには成熟してないんでしょうかね。いやちょっとね強気なことを言えばそんな状況全てを前提としてそれでも生き残っていく稼いでいくのが人生でありビジネスでありっていうことなのかもしれませんけどもでもそうはいってもねちょっとおかしいぞって話じゃないですか、ね、今50になる人ってのは大抵30年間ぐらいコツコツと真面目に大きな失敗もせず欲望も持たずに働いてきたと思うんですよでもなぜね、そういうい我々が、 今一つ恵まれない生活を送って、そうじゃない、一部にはね、億という金額を自由に操る人がいるんでしょうか。これは同じ人間と言えるのかなと。今ね、ちょうど、学校っていうね、映画を見てるんですよ、山田洋次監督の。これはね、パート4までありまして、今見てるのがパート1なんですけども、その中で、あの、井野さんっていうね、田中邦衛さんが、西田敏行さん、 ふするクロちゃんっていう先生にね、えー、投げかける言葉があります。クロちゃんっていう先生は、俺たち同じ人間だろっていうふうに言うんですよ。でもそこに切って返す、イノさんっていう田中邦衛さんの言葉が妙に私に突き刺さるんですよね。それはですね、俺たちは病気で休めばその日からおけらだよ。お前らは風邪ひいて休んだぐらいでもう給料ちゃんと出るんだろ。何が同じ人間だよっていうわけですよねいや。そうなんですよね。 例えば今回のこのエピソードっていうのは、公務員制度の安定感と、まあ正社員もそうですけどね、日雇いで働く人のもう出口のなさっていうのを如実に表している昭和40年代ぐらいの形なのかなと思うんですけども、それは今でも続いていて、毎日日銭を働いて返せなければ、信用も仕事もチャンスもお金も積み上げられない人がいるようで、 最初入るのはちょっと難しいんだけども、一回そこに入ってしまえば、相当な土地をやらかしてもね、相当な失敗や悪事を働いても、権利が守れるような、いわば特権階級ってなるわけですよ。そう考えたらね、本当にまだ不公平ってのは、この国に満ち溢れていて、そして不公平な特権を使っている人が、この国をさらに貶めて、権利のない人に永遠に権利を渡さないようにしているっていう姿も見えるんですよね。なぜなら権利を持つ人ってのは、 権利を持たない人がいるからこそ、その地位が成り立つというところがあるからなんですよ。みんなが平等な権利を持ったらどうですかね ?A さんっていう人が何かをやろうと思っても、反対勢力が起きた時に結局決まらないってことになるんですよ。でも A さんっていう人が権力を持っていて、その他の人はほとんど権力を持ってないってことになると、例えば今ね、東京都でね、起業しようと思う外国人には、えー、担保も保証人もなく1500万円を東京都が上げますよって話。 あの、融資しますよって話があるんですよ。1500万ですよ。いや、私がね、こうやって10年以上事業をしていて、1000万円すら借り入れませんよ、金融機関には。でも、東京都は外国人っていうだけで外国人に特権を与えてるんですよ。なんで外国人に特権を与えてるのかな、ということを考えてみると、外国が小池都知事に特権を与えてる、その約束をしてるからなんですよね。まあ、ですんで、小池ゆり子都知事は、将来ね、数年後、日本が中国の一部になったときに、 まあ、同じ支配権を使って、私たち日本人を支配し続けるんじゃないかなと思いますよね。東京都民の方はぜひね、あの、目を覚ましていただいて、この国は誰の国なのか、ね、習近平国家主席を私たちは崇めるようになるのか、それとも、気にはいらないけども、文句言いながらでも、岸田総理万歳って言い続けるのか、どっちがいいですかって話なんですよ。さすがにね、岸田総理が嫌いな人でも、いや、習近平の方がいいよっていう人はあんまりないでしょ。ね、どうなってやっなんですかね。えー、っと、はい。ということでね、今日の、 テーマやっと入ります <laughs>。お金に苦しめられた私たちがお金で逆転するためには、やっぱりお金を手に入れなきゃばなりません。じゃあお金を手に入れる方法で、最も作業が簡単で、最も大きなチャンスが得られるものは何かというと、いや、私はね、いろいろあるんですけども、うん、いろいろあるんですけども、今回は FX と株についてお話ししようかと思います。まあ、その中でも FX の利点については、FX のオリガルヒで汚なくね、 それこそ、罪隠さず全部お伝えしておりますんで、あとはそれを使いこなしていくだけということになりますけども、株については私はほとんど未経験でございます。だからね、今回はね、株を使いながら、サラリーマン生活、忙しいサラリーマン暮らしをしながら、家庭も運営しながら、株で副収入を得ていく。この方法についてね、週刊中年ジャンプのストーンさんにお話しいただこうと思いまして、今月8月16日の21時から、ズームライブでその場所を設けさせていただいております。 ぜひね、皆さんにもこの場に参加していただいて、FX のプロトレーダーの私の視点と、株のトレーダーのプロの視点、これをね、ちょっとガチャンコして、最強の株コミュニティ、あ、違う、投資コミュニティ、こういったもののね、競歩投法にしたいと思うんですよ。そのためには運営者だけでは成り立ちませんので、あの、ぜひね、話を聞いてみたいっていう方が、組み合わさって初めてですからね、えー、この度は、私、 fx で、もう6年目になります。そして、もうパラ、あ2年目からプラスになってね、稼ぎ続けている私ですけどもね。まあでもね、株で稼いでるってっても、株、あ、株じゃない。fx で私の場合は稼いでるってっても、まだね、アフィレートの収入には至ってないんですよ。アフィレートはなんてね、3年で1億3000万ですからね。あの、fx はね、今、今年でも3000万ぐらいなんですよ。そう考えたら、3年で1億超えないんですよ。特に、 昨年とか一昨年っていうのは別に3000万もなかったですから、1000万とかその前後ですからね、8百0数十万、1000数十万ぐらいですから、ここ3年で5000万ってとこですね、がざっくりと私の目算では。でも3年で1億円以上稼ぐアフィリエイトってのはやっぱりね、いい時代に私はすごいことをやったなと思いました、うん。ちょっと私の振り返りになりますけども、2013年から即可塾を始めて、当時はアフィリエイトばっかりやってたんですけども、そのアフィリエイトって言葉がね、えー、ちょうど2011年あたりから、 テレビを中心にものすごく広がっていった時期なんで、すよで、参入収益は高かったんですけども、でも、一旦アフィリエイトの世界に入ってしまえば、競争がほとんどなかったんで、ものすごく収益が流れ込んでくる時だったんですよね。で、その後いろんな情報商材のおかげで、アフィリエイトっていうのが非常に簡素化されてですね、今は多くの方がワンタッチでアフィリエイトできるようになりました。ですんで、ライバルが増えて、アフィリエイトが稼げなくなってきたっていう時期があるんですよね。 だからね、簡単で稼げるものってあっという間に飽和するんですよ。株や FX ってのは、あの、やり方は変わんないんですけども、身につけられる人がほとんどいないので、難易度は変わってないのに、稼げる人っていうのがあんまり増えないんですよね。だからチャンスなんですよ。ぜひね、株と FX の世界にいらしてみてはいかがでしょうか。お、ノクさんおはようございます。株対 FX 暗号通貨。あ、暗号通貨もね、いいかもしれないですね。 暗号通貨はね、私的にどうやったら稼げるかがわかんないんですよね。<laughs> ええー、えっ、ー、と、暗号通貨一番儲かる、そして一番損する。まあ確かに。それはね、暗号通貨でどうやって稼ぐかは、ぜひね、泉忠さんに <laughs> 聞いてください。<laughs> あの、仮想通貨バンクというのね、やって、集団訴訟も起きてるみたいですけども、訴訟はどうなってるのか、だんだんね、訴訟やってる方も疲れてくるんで、手を引いていくんですよ。それがだから、投資にかける、 重いじゃないですかね。もういいや、このぐらいでって言って、莫大なお金を損してるのに、自ら手を引いて諦めてしまうということですよね。だから投資家になるためには、マイナスで終わってたまるかっていう、あのー、胸の底から湧き出る気持ちが大事ですよ。キングオブコインの損失は凄まじい。本当にね、キングオブコインですよね。<laughs> 王様ってのは大体、国民から税金を集めて自分だけいい暮らしするじゃないですか。だからまさにその通りですよね。キングオブコインは嘘じゃないですよ。 まあ、泉さんというキングオブコインは、わけのわかってない、全然スキルのない人からお金をぶんどっていって、で自分だけいい暮らしをしてるというね、まさにキングですよね。王様ですよ。<laughs> キングオブコインって言ってねあの、ラインハルトみたいに国民に喜ばれるような政治を引くわけではないですからね。公平な税制と公平な裁判、そういったものを銀河帝国の皇帝ラインハルトはやってくれてますけども、まあけどね、うん、泉正さんは公平な 物事をむしろ望んでいないと。騙される方が悪いと考えてる人間ですからね。いやあ、こんなプロモーションでお金が集まってくるなんてわははですよね。だからね、あの、泉田さんのプロモーション、確かに素晴らしく見えるんですけども、逆に言うとね、レベルが低いわけなんですよ。私から言わせるとね。あそこまで、い要するに入れ物をね、デコレーションしないと人が来ないってことなんですよ。内容が悪いから。 だから内容の話だけして人が集まるようにしないといけないかなっていうふうに私の場合逆張りなんですよね。だから、あの、サムネイル画像もほとんど作らないし、編集もしないし、だダ流れの、このね <laughs>、包み隠さない放送で、まあビジネスを成り立たせてい,きおいこうかなと思ってますよね。まあそういう意味で言うと、今回のこのカブスクールのストーンさんも、なんかね、緻密に戦略を組んで、あの、集客して販売してみたいなね。それから、あと3日ですみたいな煽りを入れたりとか全然ないんでね。 うん。ケレミのない素敵な、ああ、の、なんですかね、株コミュニティの運営者じゃないかなと思ってますね。はい。えー、ノクさん。でも、あの人儲かってるんですかね自分自身も騙されている案件もそう。あ、確かにね。泉さんも、結局自分で作ったコミュニティってのはあんまりなくって、どっかのビジネスに乗っかって、その窓口としてセールスマンやってるだけなんで、例えばあれでしょ旅行のやつとかやってましたもんね。うん。何でしたっけね旅行のやつもう忘れましたけど、ワールドなんとかってやつ 忘れましたけど <laughs>。ああ、愛花さんもどうもおはようございます <laughs>。えっと、ノクさん、アウトレイジ入りしないように気をつけていきたいと。アウトレイジにね、ひときわでかく、小野田さんの顔が出てたときは笑いましたね。よくあのツイッターでね、炎上されたみたいなね、誹謗中傷されたみたいな、まあ、素人の方がいますけども、いや、あのアウトレイジーの画面見てくれよと思います <laughs>。いや、このレベルになったら炎上だろうと。このレベルになったら誹謗中傷だろうと思うんですけども。 なんかツイッターが炎上したとか言って見に行ったらね、なんかリツイート3件とかね、コメント12件とかね、なんだよこれは <laughs>。あの、私がね、あの、ネオヒルズで教わった土屋ヒさんってのは、う数十万件の <laughs>、なんか書き込みをもらってて、メンタル病んでる暇がないとか言ってましたけどね。えー、ベンチャーズ破綻。あ、ワールドベンチャーズだ。あ、そうかそうか。えー、ノクさん。 ささんももご自身が騙れててそ,そう言ってましたよなんかねあの、プロモーション組んでいろいろやるんだけども、報酬で出なかったとかね、あの3ヶ月経ったら振り込みますからとか言って、いまだにないとかね。<laughs> だからなんか、その評判だけ悪くなって、何もいいことなかった、ね。<laughs> だからやっぱり自分のコミュニティーなり、自分の商品を売るのがよくって、なんか外国で流行ったものを持ってくるとかね、D9 とかあるでしょ、どっかで流行ったものを日本に持ってきたとか。 あと、何ですかね。なんとかビットとかね。アジアビットとかね。アジアビッツユーロビッツ、うん、なんかそういうのいろいろありましたよね。ラックトリプルエイト。ラックトリプルエイトはね、私200万円ぐらい損しましたよね。うん、なんかラックトリプルエイトで、カ事の自動ベッドでね、ほっときゃどん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 お金が増えるよみたいな感じで、確かにカウンター増えていったんですけども、ある日突然閉じられて終わりという。なんだったんだ、これはと思いましたね。 うん、まあだからね、あのロックで飛び入れと、あの、スタートする際は、絶対皆さん真似しないでください絶対やらないでくださいねって、何回も何回も申し上げて、私は、ああ、スタートしたんですけども、それでも、自己責任でやりますんで、とか言ってね、ええー、ついてきてくださった方、10人ぐらいいたのかな。みんな損しましたよね。だから結果的に損したら、もともとそんな放送しなければよかったんだ、みたいなね、考えにもなるんで、うん。まあだから、ねやっぱりね、 自己責任っていうのはね、ほんと使い古された言葉なんですけども、D9、ハイプ。ハイプはほぼ全滅ですよ。だから、ハイプと分勝っていて、ハイプに参加して、すぐ離脱っていう人もいるみたいなんで、ハイプがじゃあね、そもそも完全詐欺なのかって言ったら、やっぱ一部のそういうふうなスピードの速い人とか、扱える人は勝ってるわけなんですよね。一参加者とは言っても。D9、ハイプね。 ノクさん、久保さんが危ない案件やるときは危ないと言ってくれるから、まだ言うけど。営業する人は煽りがすごい。そうなんですよ。だからね、私もね、むちゃくちゃ煽ったらむちゃくちゃ売れるんだろうなと思いましたけども。まあでも、そういう気にならないですよね、なかなかね。やっぱりね、あの、こうやって、まあ、ノクさんもそうですけども、視聴者さんってありがたい存在なんですよ。いつもこうやって自分と対話をしてくださってね、コメントや指摘をいただいて。だからそういう人はね、罠にかけるつもりは全然ないんですよね。うん、ただ、やっぱりこう、 本人の力量でうまくいかないものっていうのもあると思いますんで、じゃあその本人の力量に多くの責任がかかってるものはないかなって言ったら、やっぱり株とか FX なんじゃないかなと思うんですよ。いや、株や FX はすでにその業種として成り立ってますんで、で、リスクヘッジとかね、保証とかも結構ありますからね。ロスカットとかね。まあ昔は追い症っていうのがありましたけども、今はほとんど追い症っていうのもないわけじゃないですか。そう考えていくと、もう、あの、新しい理論理屈が出てくるわけでもなくって、特にね、 強烈なツールが必要でもない株とか FX っていうのは、まあ投資ではあるんでね、難しいところありますけども、でも自分の技術だけで勝っていける数少ない道の一つだとは思うんですよ。えー、ノクさん、暗号通貨は嘘もたくさんあって、元ゴールドマンサックス。いや、ゴールドマンサックスね。すごいですよね。ゴールドマンサックスからこの人は違いますっていうね、声明が出るっていうのがね、面白かったですね。まあそんなことがいろいろありますんでね。 えー、株にしても、FX にしても、他の投資にしても、怖い世界だということを私は申し上げたいと思います。なんで怖いかっていうと、それをよく理解しない、怖くないという気持ちで入ってくる人がいるから怖いんですよ。いつもビビってますよ、私とか。私なんてのは FX の取引を、こう、公開して見せてますからね。だから、全敗だと人はついてこないし、あまりにもね、上手に勝ちすぎてるような放送ばかりしても、これもおかしいですしね。ただ、私がトレードをしているところの一部しか皆さんにお見せできないんですよ。 トレードしているたびにずっとね、録画して放送するわけじゃないんで。今、FX オリガルヒっていうのをやっていて、1日にね、えー、少なくとも3回、4回、多くて10回ぐらいのあ私の取引画面をお見せしてるんですけども、それでも全部では全然ないですからね。本当に見せられない、あのー、長期投資とかありますんで、例えば週刊投資とかっていうのは見せたことないと思うんですよ。だって週刊投資できる人多分いないと思うんですよ、失礼ながら。やっぱりね、数百万みたいな金額を、あのー、週とか月間っていう、 ポジションには眠らせないといけないんでね。それは見せてもしょうがないし、見せるもんでもないですから。だから今回もそうですけども、これからも1時間足を中心としたトレードのところだけを切り取ってお見せして、で、やっぱり1時間が一番バランス取れてますよ。忙しい方でも、それから資金のね、あまりない方でも。1時間っていうのは全部の時間軸がすごく見やすいし、私たちの24時間というライフスタイルに合ってると思います。まず1時間を攻略していただいて、その後、 スキャラピングに行くなり、長期投資に行くなりすればいいんじゃないかなと思うんですよ。FX に限ってはね。ただ FX で1時間がマスターできるようになったら、もう1時間だけで良くなりますんで。ね。わざわざ難しいところを攻略しに行かなくてもいいわけじゃないですか。自分の稼げるところでずっと稼ぎ続けた方がいいし、まあ、もしね、市場を変えるとしたら、私は FX はどちらかというと短期投資に向いてると思うんで、瞬間的なお金が作るんで、ね、で、そこから長期投資に10年とか20年ものに振り返ようと思ったら、やっぱり株とか不動産なんじゃないかなと思うんですよね。伝統的な価値方だと思います。 まあ最近はね、グローバル経済からブロック経済に移行してきて、経済交代っていうのも起きるみたいなんで、さあ、不動産投資が本当にいいのかなっていうふうなパラダイムシフトはね、考え方の転換での起きる時代になってきたかなと思いますけどね。はいえー、私からのお話は以上でございます。改めてになりますけども、今月16日、8月16日、21時から株と FX、こちらの方でズーム対談をさせてもらいます。主には週刊10年ジャンンののストーンさんがあ自分のね運営してる 株コミュニティ。これがだから、半年くらいになるんじゃないですかね。絶好調みたいなんで、そのことについて私もいろいろと突っ込んで聞いてみたいと思います。かなり面白いと思いますよ。お越しください。はい、え、千本さんおはようございます。昨日は船で東京湾でアジア釣りに行ってました。はあ、アジフライ最高にアジフライいいんですよ。今、この夏の時期って。いや、アジフライ特別美味しいんで、アジフライ弁当ってのもね、近所のスーパーで出てますけどね。いや、そうですか。船釣りでね、これはいいですね。 やっぱ東京江戸前寿司っていうじゃないですか。東京湾は汚いとかなんとかっていう人いますけども、やっぱりだにね、東京湾の魚っていうのは、美味しいですね、うん。私たち日本人の口に合ってるんですかね。それから思ったより東京湾って汚れてないのかもしれませんし、あとね、魚は魚自身のろ過装置が体内にあるわけですから、あのもしね、汚れた東京湾の水で暮らしていても、多分魚自身があの浸透圧とかね、排水をエラー呼吸をして、 なんか、いいものだけを体内に残してくれるから美味しいお魚ができるのかもしれないと、ちょっと想像してますけど。え、ノクさん、嘘がバレて、プロジェクト中止を受けました。<laughs> ゴールドマザックス、暗号通貨入れ込む <laughs>、過ぎない方がいいですね。暗号通貨はね、どうなんですかね。今は逆に安定しちゃってるじゃないですか。あの、ビットコインが300万とか、イーサリアムが20万とか、あの辺で。うん、だからボラティリティがなくなってきたら、暗号通貨の魅力ってのは、はっきり言って失われるんですけども、逆に新しい、 法定通貨に似た魅力が出てくるのかなと思いますんで、こっからもしかしたらね、アービトラージとか、あと、FX みたいなね、取引っていうのが、もしかしたら整ってくるのかなって気もしますけども、ようわかりませんけども。<laughs> はい。えー、っと、あ、ノックさん、昨日の動きですかこれはね、あの、改造内閣の効果だと私は思ってますね。あの、経済指標の発表はあったんですよ、19時に。 19時にあったんですけど、その時には動いてなくって、あれでしょだから深夜動きましたね、10時から、11時とか、あの辺から。これはだから、入浴時間なんで、おそらく日本の人事を一通り見て、それについてこれからのことを考えたときに、まあ、円高に一気に触れたのかなと思います。でも、これからテクニカルの方向に戻っていくと思いますんで、やっぱり円安の方向に触れるんじゃないかなと思いますけどね。 まあでも、ずっとね、FX オリガルヒで、あの、講義の方をさせてもらってますけども、今週はずっとね、レンジでずっと見ていたんですよ。ほとんど動きがない、えそんな月火水木だったんですけども、月火水だったんですけども、あの、ボックスはきちんと書いてたんで、ブレイクは使えたと思うんですよね。だからやっぱりテクニカルってすごいなと思うのは、ファンダメンタルに勝るわけなんですよ。ファンダメンタルで何が起きていようが、きちんとテクニカルで、あの、ポジション取りができていればね、あの、 今回はあれですよ、えーと。レンジですけどもね。レンジの箱がきちんと意識できていれば、ブレークでエントリーできるわけなんですよ。まあ、もちろん私は寝ていたんでしませんでしたけどもね、うん。えー、ノさん、うん、釣りは食えなくなっても食えそう。<laughs> 本当だね。えー、と浜崎さん、おはようございます。お久しぶりです。やっと時間がいました。ありがとうございました。で、浜崎さんがいらっしゃらないうちにね、私もね、サブアカウントからの放送になってますんで、またね、 今週日曜日、だから今日は木曜日でしょ金、土、日とあと3日間チャンネル制限がありますんで、それが明けたらまた元通りのメインチャンネルに戻させてもらいます。それまではこのサブチャンネルでお付き合いください。サブチャンネルもそこそこ育ってきたんで <laughs>、チャンネル登録1000人とか目指してもいいのかなと思いますけどね。えノ、ー、クさん、あんな動くのはファンダメントリーがないですね。昨日はだからね、内閣改造の影響だと私は思ってます。ただね、あの、ファンダメンタルって何が原因かはっきり言って特定はできないんですよ。 ただ多くの人がこれなんじゃないのっていうからそういう事実に収まっちゃいますけどもまあでも昨日はあれじゃないですか本当に内閣の人事発表に合わせてあの動きがあったんじゃないかなと思います。はい。えーねファンダメンタリーがないですね。そうそう、ノクさん昼間はほぼ動かずだったのはあの私もねちょっと気づいていればよかったんですけども内閣の発表があればそこで動くかなと思うんでそれまで資金をずっとね あの、寝かしていたんでしょうね。玉を持たずに。だからじゃないかなと思いますね。ノクさん、YouTube は最近ダメですね。というか、変な正義がありますね。YouTube はやっぱりね、YouTube は YouTube で、利用者が増えてくると、たくさんの常識とか考え方とか、文化的、宗教的な常識に対応しないといけないんで、結構こう、苦しんでるところじゃないかなと思うんですよ。YouTube がまだね、今みたいにメジャーじゃない時ってのは、うん、は、なんていうのかな。 盗作動画とかでも通用していたりとか、びっくり動画でもテレビでできない過激なやつとか受けてたんですけども、今はちょっと難しいでしょ。うん、いわゆる地上波で放送できないことは YouTube でもしない方がいいなみたいになってきて、だんだんと YouTube の本来、駆け出しの頃あった魅力ってのも失われてきたんで、だから投稿動画サイトってのもね、変わってくると思いますよ。例えばあの、あのガーシー2でやっているマストドンってやつね。こちらの方は一切の あの制限をかけずにやるっていう形ですから。例えば FC2 っていうのは、もう完全にね、その違法な動画も上がってるわけですよ。バン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 。で、そういうところなんですよね。あちなみに FC2 が何で日の目を見ないかっていうのは、そのドワンゴとのなんか戦いがあったらしいですよね。うん。なんかこれはね、まだ私も記事しっかり読んでないんですけども、 ある人に言わせれば弱いものを叩き潰していって勝つのが商売だと考えている人はいるんですよ。これはね、素直に考えて間違いではないんですけども、ただ格好悪いからその後言えないなというところがあるんですよ。あとやっぱりね、あの、難しいものとか強いものを既得権益に戦いを挑んでいって、で、それで人気になっていくっていうのも一つのスタイルなんで、どちらかというと日本人としてはそっちが好きなんじゃないですかね、難しいけども。うん、確かに制限とかの基準分かりやすくしてほしいんですけども、 分かんないですねこれはね。だからなんでなのみたいなやつで制限を受けるんでね。それからずっと何年間も大丈夫だったやつがいきなり削除されたりとかね。ノクさん、まあ、YouTube のスポンサー命企業なんで。そうですよね。だからあれじゃないですかあの。コミュニティに参加する人が YouTube じゃなくても、なんか有料課金制のね、そのコミュニティに参加するには毎月500円課金しますよみたいなところだと広告がいらないんで、広告に依存しないような。 その動画サイトなら動画サイトを利用する方が見るだけにしてもお金がかかりますよみたいな NHK システムとかねあの、スクランブル化をすればいいんじゃないかなって気がします。過去動画いじるのはやめてほしい。ね過去動画はね、もうね、1万本、2万本撮っちゃうと、もうね、たどり着かないですよ、自分でも。はい。というところで、6時になりましたんで、今日はこの辺で終わらせていただきます。 えー、あのー、コメントの方、皆さん活発にしていただきまして、ありがとうございました。今日もね、視聴は、今見たら6名の方ということなんですけども、コメント欄はね、ノクさんのおかげもあって、埋まりっぱなしでございます。あ、そうそう。私もね、お金払ってもいいと思うんで、あのー、デイリーモーションとかね、Vimeo とかね、ああいった動画サイトのサービスが、もうちょっと YouTube 寄りに充実してくればなと思います。ただ、企業側としては、 あの、会員さんから集めるお金も大事なんですけども、スポンサーからもより多くのお金をいただきたいってところがあるんで、どうしても広告収益っていうのはね、手放しにくいでしょうね。つまりは、広告が世の中を支配している。戦争も飢餓も。いろんなことが、広告が動かしているっていうのは、まさに企業統治体と言えるんではなかろうかと思いますね。いやー、映画って本当に面白いもんですね。で今日は終わりです。ありがとうございました。よろしくメカドック 私もね、動画サイトにお金払ってもいいと思うんですよ。YouTube もプレミアム課金してるんですけどね。うん、でもね、毎月1000円ってことは、本当年間で1万数千円ですから、結構な痛手ですよね、そう考えはい、ありがとうございました、山崎さん。皆さんありがとうございます。お疲れ様です。こんな紙です。ございます。